どうもこんにちは、イケケンチャンネルです。はい、ビデオ雑談やっていきたいと思います。ですね、もう日付変わったか。昨日の午前中に出した、動画の続きで、iビデオさんの au 版の方のね、ルーターの速度制限の検証をね、夜ずっとやってたんですけど、なかなか引っかからなかったんで、まあもう日付またぎましたけど、昨日の時点では、夜ね、噂では夜の6時から深夜2時までっていうことらしいんですけど、今のところ、規制かかってません。まあ僕ちょっとね、日曜日と月曜日の日中ぐらいまで体調が悪くて、まあ、寝込んでたんで、あんまりね、その間、そんなに YouTube じゃなかった、インターネットか、パソコン自体もそんなに使ってなかったんで、その前の日とかはすごく使ってたと思うんだけど、ちょっと3日間で10ギガいってなかったのかなと思って、それでですね、まあちょっとね、今、今ね、YouTube をの 4K 動画って検索して、まあちょっと長いやつね、10個開いています。ちょっとね、これはまあ検証するためにちょっとどうしても急激に使いたかったんで、まあやってますけども、一応今のところは4K 動画で検索したんだけど、最高画質がですね 1440p で表示されるんだけど、今10個のうちの今1個が HD、 これも HD、 3個目480、 4個目 HD、 5個目 HD、 6個目5個目 HD、 うわすごいねこれ、7個目も HD、 8個目 HD、 9個目 HD、 10個目、うわ10個目、まあ一瞬くるくるしたけど HD、 まあ全部な 720p ですけども、今のところ、あ 480p になった。今のところですね、多分10個中、まあ、8個ぐらいが、720p で見れてます。で、もう2つは 480p。あ、今また HD に戻った。まだまだ、なんだろうか。一応、さっき、タスクマネージャー見たら、Surface Pro 4のね、まあ、YouTube の、特にMicrosoft Edge って、CPU パワーほとんど使わないっぽくて、まだね CPU 30% ぐらいしか使ってないんで、あ今30、50、60か、あちょっと上がってきましたね。ちょっとパフォーマンス的に言うと、まあそこそこ使ってるんだけども、それでもまあだいたい30、40、50ぐらいなんで、もっとね、このタブの窓間、もうちょっと奥、開けるんだけども、なんかもうここまで来るとね、正直僕は検証してる最中なんだけど、ある意味なんかどうでもよくなってきたというか、こんな使い方ね、昨日の朝の動画でも言いましたけども、3画面垂れ流しとかはもう しないし、まあよくて、例えば誰かの、ね、YouTube ライブを見てる横にもう一つのライブが、映像を見たりとか、まあ片方でライブ見ながら片方で、まあ、インターネットを検索したりとかぐらいで、そんな使わないんですよね。それにあと一日のうちの何時間、インターネットするかっていうのもあるんですけども、その僕の使い方で言うと、やっぱり3
日10ギガってことは、まあ、1日平均3ギガってことなんだけど、よほどじゃないとね、使い切れませんね。うん、今わざとね、使い切るためにやってるんだけど、使い切りませんね。ということなんで、まあ、その、まあ、速度検証は速度検証で、まあ、多分明日、の夕方6時には、まあ、これだけ、やると多分あの速度制限かかると思うんだけども、まあ、速度制限のその検証動画はそれで、結論は一つ出るとして、まあその前にですね、そこまで皆さん使いますかっていう感じですね。その速度制限かかる端末だからこれは地雷端末だとかって、まあ確かに、たくさん使われる方はそう思われるかもしれませんけども、安い、例えばその富士 Wi-Fi さんの 100GB プランっていうのが、まあ、ありますけども、例えば、3日10ギガ、まあ、1日平均3ギガで、まあ、30日で適当に90ギガぐらいだとしたら、まあ、富士 Wi-Fi さんとこの 100GB プランとだいたい同じ使い方されるぐらいの方は、その au の端末でもういいんじゃないかなというふうに思いました。でですね、まあ、今日例えば、僕サトチューンさんのね、ライブ見てたんだけど、まあ、今週末ね、またあの富山三人衆プラス、愛知のカズーさんとの、週末バーベキューライブっていうのがあって、まあ、今日サトチューンさん、その現地に、ちょっとね、富山県の高岡市のちょっと外れたところを、まあ、バーベキュー会場に、するのに、まあ、現地でね、そのライブ配信テストっていうので、まず富士 Wi-Fi さんのルーターを使って配信されてたんだけど、ちょっと電波がね途切れがちというかね、途中切れちゃったみたいなんで、でそこで、au のに変えたのかな、その時ドコモのに変えたのかな、まあ au だったような気がするんだけども、 au 端末の iVideo ルーターだとつながっていました。まあ、ただしね、速度はそんなに出てはないと思うんだけど、まずそのね、速度云々よりも、つながるつながらないの、その差ってすごく大きくないですか？僕はね、やっぱちょっと田舎に住んでるからか知らないけど、やっぱ都会に住んでいないから、そのつながるつながらないの地域差っていうのが、やっぱり、まあ、大都市部というか都市部に住んでる方よりも、まあ、身近に感じるので、そのどうだろうかね、そこって大切なのかなっていうふうにちょっと思いました。はい、で、まあ結論ではないんですけども、まあ、結論は明日また言おうか。とりあえずね、au 端末がダメっていうのはないかなって思います。まあまあ結局ね、僕もね、どちらを取るかというと、やっぱり今のところはソフトバンク回線の 304ZT の方、どっちかといえば、その au 回線よりもソフトバンク回線の方を押しますけども、まあ結局、お前そうなんかいっていう感じかもしれませんが、まあまあ比べるたらやっぱね、そんな感じなんだけど、ただね、 au は au でね、癖があるっていう、確かに癖あるんだけど、この強みがね、癖があるけど味があるじゃないけどね、まああと驚異的なバッテリーの持ちとかもあったりしてね、本当言うとこの2つ持ちしてたいぐらいですね。まあそれはちょっと贅沢だからやらないんだけど、これはね、まあ今月額料金上がっちゃったからね、まあ2台持ちはちょっと考えづらいんですけど、もうちょっと安かったら 2台持ちしてたかもしれませんね。まあ、一応僕
検証用に、1ヶ月間の、レンタル貸し出し、まあまあ契約したんですけども、まああとね、残り1週間ちょっとぐらいなんですよ。10日もないぐらいか。6月の14日ぐらいだったかな、15日だったかな、うん、ぐらいなんで、まあ、残りあと1週間で、まあ、まあ多分このまま返却で継続っていうのは多分ないと思うんだけども、まあ本当にね、直前までもしかしたらソフトバンクのそのルーターと au のルーターをもうちょっとね迷いたいなっていう気持ちですね。もう1ヶ月延長しようかな、どうしようかな。でもさすがにもったいないか。検証はまあ1ヶ月間あれば十分にできたと思うんで、うん、一応ね、その他の方やってらっしゃる僻地でのドライブライブやろうかなと思ったんですけど、僕ちょっとね、正直ね、他の方と違って僕ドライブライブのその安全性の確保がちょっと僕自身でできそうになかったので、それはちょっとやめておきます。はい、そんなとこかな。はい、まあ、このまま、の編集で、アップします。深夜なんだけど、明日というか日付変わったんで今日か、今日の、夕方6時以降に多分au さんの噂通りの宣言が来ると思います、うん、まあ、それはまた、動画に撮りますので、そちらの方もまた、まあ、楽しみにというか、うん、やっぱりそうだったのかなっていう方も興味あると思いますので、一応待っててください。ということで、イケケンでした。ではまた、おやすみなさい。